うわ、すごい。上手にできたわね、花子。せめてお写真だけでも撮りたかったですし。砂の城はこのように儚いものなのよ。という理屈はさておき、お母さんもお写真撮りたかったわ。次はもっと波が来ないところで作る。とてもいい教訓になったわね、花子。えらい。さあ、そろそろ暗くなるから帰りましょうか。旅館に戻ったら寝る前にこんな話をしてあげましょうね。作ってはいけない。さすがは問答無用の問答と言われるだけありますね。ついにあの踏み入った警察関係者が一番忘れられない現場だと言い放つ不倫殺人事件を映画化するんですね。あんなにセンシティブな事件、俺が取り上げなくて誰が取り上げるんだ。男と女の愛憎劇、その末の凄惨な事件、これほど画角映えするものはないだろう。いつかは撮りたいと狙っていたんだ。ですが、あの山西監督も蒲生監督もあの映画撮影中に亡くなっています。それにあの現場となった家を取り壊そうとしたり、その土地を買っただけでも次々と亡くなっている、まさに全てにおいてタブーとされている事件ですよ。本当に大丈夫なんですか？俺はな、信じてる奴がやられると思ってんだよ。信じてる奴とは？例の存在をだ。いないもんはいない。だから呪いなんてもんはないんだ。そんなものに怯えるからうっかり事故を起こしちまうし、いつもと違う行動に移しちまうもんなんだ。俺はいつも通り至って普通に撮るだけだ。かっこいいですね。私も一記者として興味深い事件だったので完成を楽しみにしています。問答無用の問答監督、それが監督のキャッチフレーズ。本当にあった事件を題材にすることが多く、ただしそこには残酷な描写や愛憎劇ともなるようなドロドロな男女関係のもつれ等を描いて突飛な作品を作るとして注目を浴びるようになった。俺がアシスタントに就くようになって5年、24歳の映画かぶれな若造を二つ返事で弟子にしてくれたのは本当に嬉しかった。しかしその理由も納得だった。昼夜問わずのぶっ続けな撮影や無茶な取材交渉、編集作業、撮り直し、これらに振り回されまくる日々、まさに体力勝負だった。昔トライアスロンしていた自分は他の仲間よりも少しだけ体力と精神力が高かっただけで、今もギリギリな状態で監督に食らいついている。まさに使い捨てのアシスタントの中、5年も持っているのは俺だけだ。いつもはバイオレンスな作品が多かったが、今回は実在の事件の中でもかなり猟奇的なものとなる。事件の概要はこうだ。この家は不倫相手と密会するために使っていた。旦那のせいか、事件当時ももともとボロ家だったらしいが、密会する程度なら問題ない。それに気づいた妻が密会中に裸の夫と不倫相手をナタで追い回し、家の中を血の海にした。このままでは自分も死刑になる。そう思った妻は自ら命を絶とうとするが、左手首をナタで切り落としてもまだ死ねず、のたうち回った挙句ナタで首を切りつけて絶命した。それ以来恨みを持った女の霊が出るという噂が絶えず、肝試しに来た若者が2階から落ちて亡くなったり、解体業者が工事車両の誤作動で亡くなったり、家を面白半分で購入した者が2週間後に交通事故で亡くなったりということが続き、やがてはタブー視されて風化していった。そこに問答監督が目をつけたってわけだ。自分も呪いや霊の類は信じない。けれど、さすがに実物を目の当たりにすると、なかなかの迫力だった。憎い、私を裏切った夫も、夫を誘惑したお前も。別れてやるわよ。こんな頭のおかしい女の旦那なんて、どうせ遊びだったんだから。俺が悪かった。和子とは遊びだったんだ。お前が俺に冷たくするから。いいから。言い訳はどうでもいいから。二人とも消えて。ギャー！相方！オールアップです。皆さん、お疲れ様でした。映画を撮り終えるまで、主演女優が事故で降板したり、スタッフが大道具に挟まれ、重傷を負ったりはあったものの、なんとか死人は出ずに終わった。おい、ここもスタッフ見切れてんじゃねえか。いえ、そんなはずは。そこ、あの廃屋じゃなく、ハウススタジオで撮ったシーンなので、窓ははめ殺しですし、中2階の部分に当たる部屋なので、見切れるわけは。ち、じゃあ画角カットしろ。こんな妨害にめげずに公開させるぞ。さすがに何度も見切れるはずのない場所で、人影が映り込んだため、監督も無視するわけにはいかなくなった。しかし、偶然だ、光の加減だ、錯覚だと言っては、霊だと認めることはなく、
ついに映画は公開前日となった。うわ！監督はかなりのスピードで電柱にぶつかったため、衝撃で体が車外へ投げ出され、近くにあった鉄のプレートが首に食い込んだ状態で見つかった。しかし、救急車が到着するまで意識はあったらしく、映画、公開、しろ。そう、上言のように呟いていて、絶命したという。まさに壮絶な死で、正直映画の公開を見送る案も出たが、最後の言葉を尊重することにした。このニュースが前評判となり、また消しきれていない例の映り込みなんかも相まって、皮肉にも監督の作品の中で一番のヒット作となった。監督、無念だろうな。ただ、両手話には喜べなかった。公開から2ヶ月で関係者が6人亡くなった。本当に作ってはいけない映画だったのだ。俺はすぐに霊媒師に依頼したが、霊媒師は現場に着くなり、顔をしかめた。そして、衝撃的な一言を述べた。もう、手遅れです。そこをなんとか奥様のお怒りを鎮めてはいただけないでしょうか。怒っているのは奥様ではなく、殺された不倫相手の方です。え？自業自得なのにですか？ええ。こんな恥ずかしい死に方、人々の記憶から消してほしいと思って呪ってきたのに、こんなことをされてしまっては、映画を見た人全員を呪い殺さなきゃいけない。はい、おしまい。呪いの種類は人それぞれ。それにしても、ずいぶん強力な呪いでしたね。このチャンネルの視聴者の皆さんは大丈夫かしら？おやすみ、花子。皆さんも、良い悪夢。